つつみ六は、日本の実業家、衆議院議員。日露漁業株式会社の創業者。実定は、新潟県知事、参議院議員を歴任した、渡る志郎。つつみ六は1880年2月15日に、新潟県南神原郡三条町上町の御、ご福省、金清七代目の摂七、千代の長男として生まれた。 三条町立尋常高等小学校を卒業後、北米教皇に進学した。1895年には、祖父の東京出張に同行していたが、その祖父が急死した。このため、清六は遺骨を持ち帰った。1904年には、日露戦争で御用商人を志願、満州に渡る1906年、清六は、アムール川下流のブロンゲミ先で、平塚常次郎と出会う。 平塚と北洋漁業の開拓を誓い帰国するもの、の、親族には反対された。五福商金清志を店じまいし、おじ、清吉、親族の小出雄介、山条出身の海産物商、田代三吉らの賛同を得て11月3日に、清吉宅の軒先に、堤商会を創立した。1907年には、ブリガンティン式法船、宝久島丸を購入した。 同年6月4日に、カムチャツカ半島、ウスカム川の魚場を目指し、新潟を執行した。1910年、水彩講習所の鍋島義士らの協力を得て、酒缶詰の製造を開始した。その後、カムチャツカ半島西海岸のオゼルナヤに、最新式の缶詰工場を新設した。1912年には、清六の妹、吉と、平塚勝次郎が結婚した。 1914年、広漁業株式会社が北海道函館市に発足した。1920年には、堤商会が輸出食品と合併し、極東漁業株式会社と解消した。翌年の1921年には、極東漁業株式会社が観察鍵漁業株式会社、広漁業株式会社と合併。これにより、新しい、 日露漁業株式会社が発足し、堤見六は会長に就任した。1924年、堤見六は衆議院議員に当選した。1929年、島徳事件が発生した。そのため、聖六は会長を辞任することとなった。翌年1931年9月12日、東京の病院で死去した。去年51歳であった。 三条市の菩提寺、極楽寺に眠る。開名は清雲院、清志寺海草流大古寺。包みの聖果は後に三条市に寄付され、三条市は跡地を勤労青少年ホームとして使用した。勤労青少年ホームが老朽化により移転し、聖果の一部を移転改築し、流庵案、包み邸広場として整備。広場には、 金労青少年ホーム前に立っていた、包みの胸像が混流されている。官邦号外、受釈、除任及び、事例1928年11月10日、1899年6月19日から1978年10月5日、北海政官会長、ブローノックスジャパン監査役、東洋政官会長を歴任した、百八十九年九月、 小出家七の三女、加藤家につぐ。1886年から1958年3月14日。中越自動車を設立、大小和物産三社長、日本図撲協会最高顧問を歴任した。1889年から1977年3月4日。1894年7月25日から1955年9月30日。 ト坂良作と結婚した。ありがとうございます。